おかっぱりのシーバスフィッシングからオフショアのビッグゲームまで海のルアーフィッシングをお送りするソルトドリーマー。今回は東京都新島が舞台、砂浜からのキャスティングでマダイを狙う。この日の予報は風、波ともになく凪。まずは南西に位置するママシタ海岸を訪れた。実績ナンバーワンのポイントだが、前回は西寄りの風が強く攻めることができなかった。鈴木にとっては初めてのフィールドだ。サイレントアサシンの 140F ですね。サッパメキカラーです。ベイト自体は多分キビナゴなんでかなり小さいと思うんですね。ただ魚をちょっと探すまではちょっと大型のミノーで遠投して広範囲にちょっと探って、で当たりがなければサイズをちょっと下げていくような感じのちょっと狙い方をしたいと思います。まあ、潮の変化からいって、まあ、この岩の、ね、周りが一番この潮のよれが出てるんで、まあ、この辺で、ね、出てくれればいいなと思ってちょっとやってみますね。昼に新島へ到着した鈴木、14時の満潮からの下げ始めから夕間詰めにかけて、まずは14センチのフローティングミノーでチェックしていく。波打ち際にね、ベイトは少しいますね。ただ小さいですよ、かなり。もう3センチぐらいの多分キビナゴだと思いますけどね。本当波打ち際ですね。まあ、何もいないよりはいいですね。こうしてサーフに点在する根やブレークラインなどの地形の変化、流れやベイトフィッシュの有無などをチェックしていく。今回のタックルは11フィートのシーバスロッドに4000番ハイギアのスピニングリールを使用。ラインは PE の1号、リーダーはフロロカーボンの35ポンドをセットした。ルアーは9センチから14センチのフローティングミノー、シンキングミノーをメインにバイブレーションなどを使用する。夕間詰めに近づくと新島ローカルのアングラーがやってきた。これほど良いタイミングに来るとは、ここ最近釣れているためか、夕間詰めへの期待感は高まる。ここで再び消波ブロック側の流れ込み周辺へ移動。やはりベイトフィッシュがいたことと沖に根が点在していたこと、弱いが流れがあることはこの浜全体を見た時に一番釣れそうなエリアだ。条件は揃っている。一体何が足りないのか。こうして日暮れまで釣りを続けるが、この後反応はなかった。
釣り2日目、朝まずめに訪れたのはママシタ海岸。夕方がダメでも朝にはチャンスがあるかもしれない。夜のうちにベイトフィッシュを求めて浜へ魚が入ってきていることを願う。よし、この前から入ってみようかな。今潮がだいたい下げ4分ぐらいですね。潮ルアーは、今回朝一で使用するルアーはヒラメミノー2ですね。シンキングタイプなんで、飛距離が出て、結構ちょっとバタバタ系のねゴブリングの強いアクションでアピール重視でちょっと攻めてみたいと思います。今日はですね、今はまだ凪なんですよ。今はまだ南風の風速4メーターなんですけど、多分9時過ぎぐらいから、18メーターから20メーター、下手したら20メーター以上の今日は暴風警報が午後から出ると思うんですね。チャンス的には朝まずめ、朝まずめが一番チャンスがあると思うんで、その朝まずめをなんとかね1本出せたらいいなと思ってちょっと来てみました。とりあえず昨日と同じ真下のサーフ、入って狙いたいと思うんですが、特にまだ潮目とかカレントとかっていうのは出てないんで、昨日ちょっと見た感じの弱い潮の流れがあったところと、あとは根回りですね、そこを重点的にちょっと狙ってみたいと思います。初日に浜全体を歩きチェックした甲斐があった。朝のチャンスにチェックすべきスポットを絞り込むことができた。弱い流れのある浜の中央と長波ブロック沖の根回りだ。まずは実績の高いシンキングミノーで探っていく。よし、来たよ。狙い通り、ここでヒット。ヒット。朝一番来ましたね。そうですね、結構首が振ってますね。シーバスじゃないですね。ヒラメです、ヒラメ。次の波で上げますね。よっしゃー、朝一番結構ね早い時間で来てくれましたね。よっしゃ、ヒラメミノーでヒラメゲットです。やっぱ朝一はいいですね。やっぱり夜のうちにねこう餌を食いに入ってきてるんですね。やっぱり新島ヒラメの漁営はね、多分全国でもかなりね濃い方だと思うんですね。なかなかいいですね。サイズもいいし厚みもあるし、やりました。特にね変化はないんですよ。ただ前日ちょうどねこの階段の下のところにちょっと弱い流れがやっぱり出たり入ったり、はっきりした流れじゃないんですけどね。ただその弱い流れの中にやっぱりこうベイトがやっぱ溜まると思うんで、それを食いにこう入ってきてるんでしょうね。50センチオーバーのヒラメをキャッチ。今回の本命はマダイだが、このサイズのヒラメは嬉しいものだ。前回はここ新島で4尾のヒラメをキャッチ。よほどヒラメの魚影が濃いのだろう。いや嬉しいですね、やっぱりね。特に今日はね天候があまり長い時間今日はできないと思うんでね、その短い時間の中でやっぱりこうね結果が出せるっていうのがやっぱり嬉しいですね。そうですね。よし、じゃあリリースしますね。よっしゃ、
とりあえず一本ですね。まだね、寝起き30分ぐらいですからね。とにかくすごいですね、近いところですぐ釣れますからね。よし、鳥が結構騒いでるんで、もしかしたらベイトが入ってるかもしれないですね。まあ、もうちょっと粘ってみましょう。先ほどから群れていた鳥が浜の南へ移動し、何かを待っているような気配。鳥の動きに合わせて移動し、様子を見てみる。手前の潮が全然流れてないですね。泡がずっとこう溜まってるんでね、ちょっと潮の流れのいいところにちょっと動いてますね。しかし潮の流れがなかった。この後も移動しながら探っていくが反応はなかった。はい、ですね、今上げ7分ぐらいですね。あとまあ1時間半、まあ、2時間弱ぐらいで満潮になります。それでハブシの方がね、やっぱり風が強いんで、風浦になるこの赤岩の方ですね、ちょっと来てみました。水はこちらの方はね、かなり澄んでて、ずっと遠浅でね、ところどころに結構沈み根が点在しているようなポイントなんですけど、ヒラメミノウですね、ヒラメミノウ2の、12.5 センチですね、それをシンキングタイプをちょっと使ってみます。まあ、あんまりこう一箇所で粘るようなポイントじゃないんで、まあ数頭ごとにポイント移動しながら、まあ岬の先端周りをね、ちょっとこうチェックしたいと思います。港を挟んだ向こう側は羽伏浦海岸。間に港があるだけで風も濁りもかわすことができた。もちろんこのポイントも実績がある。よし、ちょっと先行きましょう。ベイトフィッシュに鳥山、早くも気配が漂ってきた。お、あの辺でだいぶ鳥が落ちるな。ここで一気に鳥山のあった岬の先端へ移動、潮通しの良いエリアをチェックすることに。なんだなんだ、今足元に何かいましたね。なんだろう。早速何かが現れたようだ。チャンスは近づいている。50センチぐらいのなんかね、黒い魚影がひらってこう見えましたね。ルアーに反応したのか、それともこの磯の周りにいる小さいベイトを食いに来たのか、どっちだろう。反応ないな。ゆっくり見せて岩の下から誘い出す作戦で。違うところに移動したかな。長くて50センチぐらいの黒いヒラヒラっていう感じの魚なのは間違いないですけどね。
ないですね。もう一個左に行きますか。岬の突端まで。よし、移動しましょう。いい折れができてますね。青物が入ってきてれば絶対つきそうな場所ですよ。岬の先端、潮通しがいいっていう。しかも多分あそこに沈み根かなんか入ってるんでしょうね。キラスズキ出ないかな。この岩の下あたりから流れしてますね。おし、来たよ来たよ。ここで待望のヒット来ましたよ。果たして何か。やっぱりいい流れのところにはいますね。青物ですね。青物、いい流れのところにやっぱり魚いますけどね。魚が違いましたね。よっしゃ、この状況ですからね。しかもこれだけの岩場歩いてきて、やっぱいい流れにはついてますよね。ちょっとね、多分あの流れにベイトの姿はあんまり確認できないですけどね。やっぱり流れについて、そこの地形の変化でできる流れについてますね。魚が冷たいですよ。だいぶ水温がね、南風で下がってるはずですから、よく食いましたね。